外側翼と筋とは、人間の咀嚼筋の一つで、下顎を前方あるいは側方に動かす機能を担う、G 筋である。外側翼と筋は、四つの咀嚼筋の一つである。他の咀嚼筋には、黄筋、内側翼と筋、側頭筋がある。外側翼と筋は、髪型の小部分と下方の大部分に分かれている。上頭の騎士は、長頸骨。 体翼の側面下面、下頭の騎士は、長頸骨浴上突起外側板外面である。外側翼突筋の停止は、下顎枝ご上端にある関節突起の頸部内面に位置する翼突筋下であるとされている。複数の研究により、外側翼突筋の上、頭と下頭は、停止の相違から全く異なる機能を持つことが明らかとなった。 外側翼突筋か頭は、長頸骨翼上突起外側盤外面に起死し、向上方及び外側に向かい、主に科学統計部に停止している。左右の外側翼突筋か頭が、同時に収縮すると、下顎頭は関節結節の下方に牽引され、下学骨は前突する。一皮が収縮すると、同側の下顎頭の内側回転運動が生じ、 反対側の下駕骨の速報運動を生じる。外側翼突筋が化学化成筋と共に機能すると学骨は下降し、学骨は関節結節に沿って全下方に滑走する。外側翼突筋状頭は、下頭よりも小さく、長形骨、体翼の側面仮面に起死し、ほぼ水平に後外側に向かい、関節方、 円盤と関節突起形部状に停止する。外側翼突筋状頭は化学巨上筋と連動するときにのみ活動する。すなわち上下の歯が接触しているときに活動する。ありがとうございます。